ジャック・ホブスは、イギリスの競争馬である。主な勝ち倉は2015年アイリッシュダービー、2017年、ドバイシーマクラシックである。2014年12月27日のウルバー・ハンプトン、競馬場の未勝利戦でデビューし一番人気に応えて、勝利を飾る。3歳になり、2015年4月24日、サンダウン競馬場のハンデキャップ競争も勝利し、デビューに連勝となる。 重賞初挑戦となった5月のダンテステークス、6月のダービーステークスは共にゴールデンホーンの2着に敗れる。アイリッシュダービーでは、道中3番手で追走し直線では逃げ粘る、ストームザスターズに並びかけると一気に突き放して5馬審査をつけて圧勝 G1 発制覇を飾った。秋は外戦門賞を見据えて、9月のセプテンバーステークスを解消したが、 両馬、ゴールデンホーンとの兼ね合いもあり、チャンピオンステークスに切り替えたが3着に敗れ、この年を終える。明け4歳初戦となった、ジョッキークラブステークスでは競争中止のアクシデントに、見舞われ、後に骨盤の疲労骨折が見つかって、休養を余儀なくされる。10月のチャンピオンステークスで、戦列復帰し、 アルマンゾルの3着となる。2017年3月25日のドバイシーマクラシックは、道中3番手追走から最後の直線半ばで追い出すと後続に2馬身1、4差を付け解消、アイリッシュダービー以来の G1 競争2勝目を挙げる。その後、6月のプリンスオブウェールズステークスでは一番人気に押されたものの8着ととの負け。 続くキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスでも9着に終わり、現役を引退。引退後は、イギリスのオーバーベリースタッドで種ボバいりする。ありがとうございます。